はい、チーです。お疲れ様です。さて、今日のテーマはだってそれこそすごい付き合いなんでしょ。いじめの話しようかなと思って、ね、30ぐらいかな、20頃ぐらい、ね、うん、どこ初めに入れた。俺は右胸から右胸にかけてもらう、うん、竜。どういう関係だったの一番最初って、うん、竜が何匹だ。俺も10匹ぐらい入ってんだよね。え、そんな入ってんの。そうだよ。嘘、うん、意外、山形、うん、リューベースだから、うん、俺もそうなんだよね、うん、違うんですよ、マレは。すいません。それで、何、暑いわ。暑い、うん、そんな暑い。暑い、低くしたんじゃないの。すいません。今日はどっから入れたの。俺はこう肩、まあでもみんなそうだよね、うん、肩、みんなこの肩から腕っていうかさ、うん、肩のお面があって、うん、それを入れてで直して、うん、でここからあここでこうやって背中行ったの、うんうん、背中行って竜入れて、そう、足も竜で腹も竜胸も竜、うんうん、足は全部竜、うん、新宿の、うん、まあなかなか言うだけってわけにもいかないけど、うん、言うてるけど、うん、言うけど、いいけどさ、うん、時間かかるんだよね。時間かかるね。うろこうろことかね。そう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 、細かいから。水商売新宿でやって主任だったわけよ、今日はね、主任って羅漢仁王、羅漢仁王だね、仁王像、仁王像、こんな感じで、うん、入ってる。であとここに、ここに武器が入ってる、ほぼ、うん、ここに武器が入ってる、うん、であとはここにデッサーティピエロ、ちょっとこれめくれないんだよね。ああ、ちょっとめくれない。ヨウボリか。ヨウボリ、こっちはヨウボリとワボリ。いつもまあ合ってたんだ、仕事で。重なってて、あと全部胸とこっちは、うん、背中はもうワボリ。去年はワの方が多いんや。俺ワボリ。うん、ワボリの方が多いや。うん。そうだね。当時はこんなに増えると思わなかったけどな。そうだね、うん、入れ墨あるあるだよね。どん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 増えていく。今日冷房に変えましょう。ああ、はい、そうすまない、それでそれで、どんどん増えていっちゃわない、うん、そうだね。で、夜の商売って何時から何時の、まあ、いっぱい入れても、ああ、今うちの師匠が忙しいからな、うん、ああ、うん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 、それで、甘いのボール、まあ、お水ではまあちょっと緑は、うん、緑、青、あ、そう、しばらくは、うん、緑、青、うん、それで紫竜がいいって言うけどね、うん、うん、あ、紫ね、うん、紫は竜、うん、こいさんが、え、そうなの、シリューはうちの兄貴分なんですよ、やめたとか、二人は仲良くなってた、あ、静止感、そうなの、タクシーの運転手、うん、うん、それで株式で飯やって、そうなの、すごいね、それも偉いね、うん、そこにも終わった後、はい、偶然会って、はい、そうです、わざわざもいつも仕事終わった後に、はい、はい、水に寄ったり、はい、大丈夫、これで、まあ、終わった後にうちに行って、それでうちにお茶飲んだり、飯食って、飯食ってました、はい、そういうことをずっとやる、
え、なんすか。昔なんかさ、昔行ってたってことさ、グループに入って動物出てきたらさ、足さついで、すぐ抜けるやつを最近こう、食べるみたいな、え、どういう意味ですか。だから、真面目なふりしてるけど、そう。本当に真面目なふりしてるけどね。昔なんかでみんなお金なかったもんね。過去に自分と何かがあったってことですか。はい、仕事がいつな休めとかって言って運転手がやるのそれは気になるな。だってそちらのなんかあったね、こういうところに問い合わせしたの初めてですよ、自分。そういうので出張ずっとやってた。それで資金を出してくれとかさ、そういうことやってた。これはもう箱なんですよ。すごいなの。そう、何が考えられるんですか。わからない。じゃあちょっと、じゃあわからないだと気持ち悪いんで、その理由を聞いてほしいんですけど。あ、そっか、ブラックで自分では借りれない。いやいやいや、そうじゃなくて、そういうので自分を作らないならなくて、金貸してやってたんです。どこすか別って。したらあいつ、クリスマスってよ、そういう理由は。どこですか別って。新人さんとか家族でそれですか。どこですかって場所は。どこでいいっすよ。そういうのを甘いし、買いし、するから。その人、個人的な人がダメってことですけど、それでも川越のその、そうなの。それで、最終的にちょっとあのでかい金出して、俺もちょっと今苦しいな。じゃあ金するから、はいはいはい、早かに見せるのかって言ってパッと。どうしたら君に来ても全然解散されて、窓が窓だって言って、はい、分かりました。相手にグズ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 に言っては大出ないよって、俺と揉めたんだ。それで、そしてのうちに1時半で俺ちょっとで何とかしますか、もうちょっと頑張ってくれていいよって、私もそちらにいるよって、そのうち連絡取れなかった。どうしたらよ、中国人に終わったんですよ。ホックに遊び行ってたって言うんだよ。なんか、そんなんのことまで行ったんだよ。ちょっと兄弟は顔にも水に残ってる。マイク・タイソンね。マイク・タイソン。やった、まあ、ちょっと、いろいろみんな考えて入れてますから。兄弟もでもさ、まあ顔、涙入ってるけど、その多分みんなあんまり知らない人多いかもしれないけど、剃ったらすごい頭全部入ってるからね、全部入ってますね。そうそうそう、あれ13年ぐらいそんな感じですかね。全部伸ばした。結構ないろいろ思い入れあんの、意味があって、意味があって、俺結構適当派だからさ、マイライフとか、マイナイフ、
いろいろやってます。そうでしょ、そう、すごいな、そういうことがあったんだ。ということですね、うん、まあ、入れ墨は、うん、これからもし入れたい人がいたら、はい、よく考えて入れましょう。そうですね、うん、今の日本で、やっぱ日本遅れてるから、はい、今の日本で入れ墨入っててもいいことはありませんよ。そうですね、不便はあっても、はい、メリットはない。メリットはない、うん、はい、そうですね、その辺よく考えて、はい、入れた方がいいです。入れた方がいいです。じゃあそういうことで、はい、今日は締めます。お疲れ様でした。お疲れ様です。